久々の仕事なのに全くやる気のないよろずや一行、どんな依頼がやってきた？まあまあまあ、基本的にね、普段はそんなやる気のないよろずやですけれども、はい、そんなよろずやがさらにやる気をなくす依頼とは何なのか。ラジオネームサンプラーザ小西さんからいただきました。全くやる気の出ない依頼とは？世界の海のどこかにあると言われるワンピースの創作だからさ。そんなんばっかりかい。だからさ、なんかそういうね、銀玉自由だな、ね、自由ですよね、うん、そこだけはやめようと思ってたのに今日。でもまあ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 、ね、主に中井君を中心に話して、これ回していこうよ。そうですけど、うん、いや、やめた方がいいっすよ。なんでだよ。なんでだよ。だってあんまりこれ、ね、ゴムゴム的なものも食べようぜ。ゴムゴム的なものも僕立ち位置あんまり大きくないですからゴムゴムのゴムって言ってね。意味がわかんない。意味が全くどんだけゴム利てんだよお前。本当にね。